中央同盟国及びその植民地連合国及びその植民地中立国連合国または協商国は第一次世界大戦で中央同盟国と戦った国家連合条約等で用いられた正式名称は同盟及び連合国であり同盟はイギリスフランスロシア日本などの同盟国連合は同盟関係にないアメリカなどを指す 三国協商と三国同盟第一次世界、大戦前夜、ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対して、フランス、ロシア、イギリスが、露仏同盟、英仏協商、英露協商を相互に結んで三国協商として、対抗したのが始まりである。九百十四年、第一次世界大戦が勃発すると、日本も、日英同盟により、イギリス政府から参戦を要請され、 共商側の連合国に加わる。イタリアは1915年、未回収のイタリアの返還が、ロンドン密約で約束されると連合国に転じた。また、これらの国々と、軍事同盟を結んでいなかったアメリカ合衆国は、中立国として振る舞う一方、連合国よりの対外政策を取り、物資の調達などによって連合国を支援するに、とどまった。しかし、 ドイツ海軍の無制限潜水艦作戦によるルシタニア号事件等で対独感情が悪化する中で起きたシンメルマン連邦事件が決定打となり1917年に連合国として参戦した。一方、ロシアは1917年の2月革命により訂正が崩壊し、 10月革命の後政権を握った、ボリシェビキ政府は単独で、ドイツと講和し、連合国から離脱した。当時は独立国でなかった、ポーランド、チェコスロバキア、ヒジャーズ王国、アルメニア共和国などの独立派も連合国側として、戦い、戦後に独立を認められ、講和条約に参加している。戦争終結後も、パリ講和会議などを通じて、 アメリカ合衆国を除いてだが国際連盟の創設をはじめ世界秩序の基本として連携は存続したがドイツをも含めたロカルノ体制の成立により連合国としての枠組みは消滅したドイツ、オーストリア・ハンガリー、ブルガリアに宣戦線した連合国ドイツ、オーストリア・ハンガリーに宣戦線した連合国ドイツのみに宣戦線した連合国背景黄色は 実体なしの戦争状態。ありがとうございます。